戦闘服動きやすいんだけど、ちょっと肌出しすぎじゃない？アイちゃん可愛いぜ。今回は1月13日に実装された新ステージ、15の10の難易度ハードに挑戦。難度35、敵数20。こちらはレベル45の優先枠6人で挑む。ボスより道中の崖モンスターが厄介。主力星5が魅了されたらもう立て直せねえぞ。機動力高めていけ。私の力を見せてあげる。もらった。これが私の全力。システムヘルファイヤー。引き裂いてあげるわ。ディープストスコー。これが上限の力です。レベル50になれば3000ダメも出せそうだ。 MVP はビートブレイカーと新規ラブディエル。アイちゃんはベルトがランク2、ロケットがランク4にパワーアップ。ベルトはともかく、ロケットは最大のランク5まで仕上げたい。ラブディエルはまだまだこれから。ベルトとロケットか、コンボとロケットの黄金回転がいいかな。さすがに3枠目は赤変化。そしていよいよ公式発表されたランスコラボ、初の配布 SR に抜擢されたのはまさかのウルザ。そして期間限定 SSR はリア様を押しのけ、なんとかナミちゃんが。名前からして仙人じゃなくて戦士枠なんですが、それは配布 SR のウルザがまあ可愛いこと。こやー、是が非でも育てきらんとな。がはは、20日ががぜん楽しみだ。それでは皆さん、お達者でー。